サスケ、お前は兄貴のイタチを倒した。なのにサスケ、少し話でもどうだ、渦巻きナルト。てめえは暁。ああ、こうして会うのは初めてだったかな。その仮面、あの時キュービを操り里を襲わせた黒幕がいたんだ。それがいや、違う、ペインはそいつに利用されているだけだ。じゃあ一体誰なの。暁の一人、面をしている男だ。お前がキュービ事件の。おう、そこまで知っているとは驚いたぞ。四代目が教えてくれたんだ。一番悪いのはお前だってな。四代目ミナトか。まさかここで暁と遭遇するとはな。さすがはシャリンガンのカカシ、思った以上に嗅ぎつけるのが早い。お前は一体何者だ。俺のことを知りたいか。まあいいだろう。で、俺はウチハマダラ。ウチハマダラだと。バカな、マダラはもう死んでいるはずだ。それはお前たちの勝手な思い込みだ。俺は生き延び、今ここに。そんな、そのマダラがナルトに一体何の用だ。お前一人でキュービを取れると思っているのか。今の俺にはその気はない。ただ渦巻きナルトと話をしに来ただけだ。話だと。ペイン・ナガトを裏切らせたものは何なのか。ナルト、お前に興味ができた。そんなことはどうだっていい。それよりもサスケのことを教えろ。あいつは今暁にいるんだろ。サスケね、確かにあいつは今暁が預かり、そして俺の思うがままに動いて。お前がサスケを騙しやがったのか。さてな。てめえ。来るか、ちょうどいい。ペインを倒し、てめえら暁は俺がぶっ潰してやる。ペイン・ナガトを倒した力見せてもらうぞ、ナルト。任務開始。あ、壁を抜けた。待ち上がれ。さて、まずはこいつらを相手に見せてもらおうか。ナルト、マダラは後だ。先にこいつらから片付けるぞ。え、でもカカシ先生。マダラの能力を考えると、こちらが数的に有利な状況が必要だ。焦る気持ちもわかるが、今は我慢しろ。わかったってばよ。あのマダラってやつの体、一体どうなってる。体を消しているのか、幽体化しているのかはわからないが、何にせよ相手が仕掛けてくるときは実体化する必要がある。ってこと、実体化したときを狙えばいいってことか。まあそういうことだ。渦巻きナルト、お前はサスケのことを知りたいようだが、サスケのことを話す上でイタチのことは避けては通れない。まずはイタチの真実を知る必要がある。イタチの真実。イタチによるウチハ一族の抹殺は任務だ。任務の遂行と引き換えに
サスケは生かされた。冗談はよせ。そんな話は信じられない。嘘ではない。これがイタチの真実。イタチはサスケのため、この葉隠れの里のために死んだ。嘘だ、そんなのデタラメだ。一体何のためにそんな任務が下される。当時ウチハ一族はクーデターを企んでいたのさ。ほら、どうだ、甘い。ほら、逃げてねえで出てきやがれ。あたれ、どうだ、ラペンダン。ほら、ほら、あたれ。サスケはどこだ、サスケは何してる。あたれ。怪獣爆撃攻撃、てめえらには用はねえ。ソラッラペンダン、ソラッドアッ、当たれ、ソラッドアッ、ソラッドアッ、甘い。逃げてねえで出てきやがれ。ソラッドアッ、ソラッペンダン、ソラッドアッ、甘い。てめえらには用はねえ。大事なマジックの術。くそ、逃げてねえで出てきやがれ。ほら、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 強くなった、本当に。怪獣爆撃の術。当たれ、こういう結構ラペンダン。さっさと倒してマダラに出てきてもらわないとな。そりゃどうだ、うまい。てめえらには用はねえ。ラペンダン、俺たちも舐められたもんだな。ほう、思ったより早かったな。それでは次は俺じきじきに相手をしてやろう。そこか。さっきお前が話していたことだ。それが事実だったとして、それをサスケが知っているなら、なぜ暁に手を貸す。あいつならイタチの意志を継ぎ木の葉へ帰ってくるはずだ。サスケの師として友として、お前らはサスケの本心を分かったつもりでいたんだろうな。とんだお門違いだ。本物だよ、本物の復讐者だよ彼は。お前がサスケをそんな風にしたのか。いや違う、サスケ自身がそう選択したのさ。嘘だ。サスケは復讐を選んだ。本心はこちら側の人間だったのさ。怪獣爆撃の術。ここからは逃げられない。見ろ、終わりだ。口吐いちゃう。そしてイタチを追い込んだ木の葉への復讐、それがサスケの今の。避けきれまい。ここからは逃げられない。見ろ、終わりだ。お前はサスケをどうするつもりなんだ。ソラッド、なんでソラッド。ま、これぐらいでいいだろう。任務達成。
なるほど。なんで、だってば、どうしてこんなことになっちまう？どうして復讐に向かっちまう？仕方ないのさ。それが、はるか昔、忍びの僧、陸道仙人の時代から続く、憎しみ?かつて、陸道仙人には二人の子供がいた。共に修行し、共に成長した二人だったが、彼らの平和に対する思想は二つに分かれた。兄は平和には力が必要だと悟り、そして陸道仙人の後継者を選ぶ際、仙人は、この決定に怒った兄は弟を憎み、争いを仕掛けた。兄の子孫は後に、ウチハと呼ばれ、弟の子孫は後に、千寿と呼ばれるようになる。千寿？つまりは、初代火影の一族か。そうだ。俺は初代火影である千寿柱間と幾度も、渦巻きナルト、お前の中にはあの千寿の火の意志が宿っているのがわかる。千寿と内葉、火の意志と憎しみ、ナルトとサスケ、お前たち二人は運命に選ばれた次の二人になるだ。サスケはウチハの憎しみをすべて背負い、最も強い武器であり、友であり、力である。憎しみがサスケの人道だと。お前はいずれサスケと戦うことになるだろう。いや、俺がお前にサスケをぶつける。長きにわたる因縁の戦い、ウチハの存在をサスケに証明させるためにな。サスケはお前のおもちゃじゃねえ。勝手なこと言ってんな。くだらないその証明が目的なら、なぜ美獣を集める。お前の目的は一体何だ。何が望みなんだ。そうだな、強いて言うなら完全体になることか。どういうことだ。お前らに話してもあまり意味がない。もっと効果的な場で話す。お前らとの会話楽しかったよ。じゃあな。先輩。